はい、後半始まりました。最近僕ね、こういうのをやろうかなと思ってるんですよ。あのこれあのアフリカじゃないですか、うん、こう日本をどうやって表現しようかなっていうのを最近考えてて、こうやったら日本に見えるかなみたいな。見えない？いや、よくわかんないけどこう日本だ。ただこう九州とか沖縄とか、あこう一応北海道があればこう、あ、なるほど、見えるかな。でも見えないですか？日本の人しかわかんないじゃないの。あ、そっか。その日本のその地図で見て形とか、わかんない。なんかさ、他のなんか変な話だけど、はい、他の国の人が、はい、自分の国の、はい、この領土の形をタトゥーに彫ったとかって見せてくれても、はい、わかんないですね。確かにその人にとってはもう見飽きるほど見た、その微妙なこのなんかこの海岸線だったりするのかもしれないけど、僕らはなんかこうなんかこうただの塊にしか見えなかったりして、だ日本も僕らにとってはあの日本地図のあのイメージってめっちゃ強い、なんかすごい特徴的に入ってるかもしれないけど、他の国の人たちって、なんかただボテみたいなさ。確かになりますよね。フランスとかなんか四角いし、全然面白くないしみたいなね。うん、だから他の国のなんかその、見ても、確かに。なんとも分かんないじゃないですか。まあ、強いて言えばイギリスとかはさ、まあ島ですし、ね。ちょっと、あの、僕らも少し、あ、この形見て、これ、UK かなみたいなね。まあ、アメリカも全体ここを見せれば、うん、オーストラリアとか、いやでもアフリカとかでかいですもんね。だけど、うん、もっと国にこう分かれてる、ね、国に分かれてるの全然分かんない、うん、その分かりません、そっか、オッケー。ということでじゃあ後半4組見ていきましょう。はい、じゃあ行こうか。じゃあ 見ましょう。後半一発目は塩入さんというコレクターの方ですね、うん、でこれは東京、まあ日本に、ニューポさんね。ニューポさんっていう、中国人の作家で、日本にこうちょっと来られた、結構滞在っていうか、住んでたってかな、あの人で。まあ、天安門事件の後に日本に来て、うん、その後、結構長くいた時期に、うん、塩入さんは、まあ、あの、アートコレクターなんですけど、うんうんうん、塩入さんが、まあ、コレクターとして、うん、まあ、ニューポさんの作品を積極的に、うん、あの買って応援をしていたと。うん、でもう一つ、まあ、この講義、うん、まあ、今回は僕あの修理さんがね、うん、オキパイスクールに興味を持ってくれたので、うん、じゃあぜひあの講義してくださいと、うん、でその時に、うん、まあ、あのニューポさんで講義をお願いしたのは、まあ、僕はリクエストした部分もあるんですけど、うん、それはやっぱり、まあ、今映ってるのはあの、うん、空に絵を描くっていうね、うん、シーズだったりするけれど、飛行機雲ですよね。そうそう、あの塩入さんはまあ元々はまあ絵画作品だったりとか、うんうん、まあいわゆる物質的な、うん、いわゆる作品をずっとコレクションしてきたけど、うん、まあこのニューポさんに会って、うん、でニューポさんを応援する中で、まあある種そうですね、コンセプチュアルアートにお金をまあコレクターとして。そのこれ変わってきたっていうことするし、うん、だから、まあ、講義でも塩入さん言ってくれたけど、うん、まあ、こういう形で塩入さん自身もアートとの関わり方が、まあ、すごく変わったっていう部分、うん、であと、まあ、もう一つ、まあ、これちょっと僕の個人のあれですけど、うん、やっぱり塩入さん通して、うん、あのほらプサもそれはちょっとよく言ってる部分だと思うけど、うん、コレクターもプレイヤーじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱりコレクターもいないと、うん、アートっていう世界が成り立たなくて、うん、そういう意味でやっぱりコレクターっていうのはあのともすると、まあ、アーティストと対等か、うん、まあ、もしかしたらまあどっちが上かっていうのが分かんないけど、うん、とにかく、うん、あのコレクターっていう存在っていうのが、うん、あの非常に重要であって、うん、まあ、特にその塩入さんはまあコレクターの立場 で、うん、でなおかつ、うん、まあ、今は Facebook だけど、うん、まあ、ずっとあのギャラリーとか展示のレビューを長年書いてきたりとか、うん、はいはい、コレクターの立場としてその作品に対しての、まあ、意見を言ったりとか、コレクターの立場としてあの情報を発信しつつとか、あのすごく若い作家を、うん、あの一生懸命応援したりとか、まあ、その中でこのやっぱニューポさんとの出会いがあの塩入さんの中でも非常に大きかったっていう話をもともと聞いていて、まあ、あの宮川光 の、うん、あのコレクションもしてくれてて、あ、 そ、 う、まあ、そういうのでも僕があの縁がありまして、
いい話を、はい、聞かせていただいてます、うん、あのコレクターの話ってなかなか聞く機会ないですもんね。そう、発信しない人が多いっていうか、コレクターってやっぱりその持ってるものをあんまりこう見せびらかしたいんだけど、あんまり見せたくないっていうか、こう 両方の気持ちがどうしてもあるから、やっぱこう秘蔵したいっていう気持ちもあるじゃない。俺のものだ、俺だけのものとっていうの気持ちもありつつ、自慢したいっていう、そう微妙なところなんだけど、やっぱしおりさんはこう、ね、いろいろこう、あのこんなもの持ってるんだって言っていくっていうのはとか、こう作家をね、支援するっていうか、あ、これ言われてましたけど、作家をやっぱりこう、支援するんだっていう、その人を応援するんだっていう気持ちでコレクションしてるっていうタイプのコレクターで、だからやっぱいろいろ言えるんですよね。これ日本にまだ多分あるんじゃないか、 どっかどこだったかな、千葉かなの方になんか確かあるやつですよね、これ。ああ、パブリック、ね、パブリックアート、うん、これどうですか、 そのこれからコレクションしてもらわなきゃいけない渡辺ピカチュウ誠、なんか映像とか、これちょっと最近やってるので、映像も買ってほしいですね。渋いですよ、映像どうなんだろうな。最近はなんか日本でも映像を買う人がだいぶ増えてきて、あ、本当ですか、だいぶあの売れてるっていう話は聞きますけど、インスタレーションとかどうやって買うんですかね。丸ごと買うんだけど、あんまりなんか買いづらそうですけどね、まあ、あとさっき言ってたみたいに、だからニューポさんのコンセプチュアルアートだと、あ、まあ、ちょっとどういう形かはあのものによるんだけど、まあ、写真とかね、指示書とかそういう、まあほら、いろんな売り方があの後の方でほら、あの富士山に僕が、あのニューポさんのやつで、しおりさんから聞いたので、僕一番気に入ってるのを、最後ちょっと質問して追加してもらったんだけど、あの富士山に、あのさらに、あの継ぎ足してもっと高い、まあ、あの富士山ってこう へこんでああいう形になってるから、先を尖らせようっていうね、でもっと高くしようっていう、まあ許可は出なかったでできなかったんだけど、まあ、富士山のあのトップのところに、巨大ななんかテントみたいなやつをかぶせて、高くしようという作品があって、まあそれのあれです、ね、一番、まあ、高い山ということになってるわけですけど、まあ、それを中国人のアーティストが、そこに継ぎ足して、そうね、だから高くしてしまう。富士山ってやっぱそのニューポさん中国の方だけど、やっぱり すごくこう変な、なんていうかな、その中国の方とかにしたらその侵略されてるか、まあそういう象徴なのかもしれないし、でもやっぱりあんな山ってなかなかないんですよね。本当にこうそのぐーっと広くて、ものすごいまあ美しい山ですよね。あの世界でもあんな山本当にないから、まあ大体山脈ですもんね。あの他のところってギュッとこう盛り上がってる。これ本当に火山、何にもないところにいきなりボーンって火山ができてるから。まだね、なんかまだ噴火するかもしれない。地震最近あるし、噴火ちょ富士山噴火したらかなりやばいですけど、まあここは今しおりさん説明してるけどね、まあちょっと他のそのバリの頂上の作品であるとか、ちょっと他の作品との兼ね合いもあって、この富士山のね、あのプロジェクトにたどり着いたっていう。万里の長城を伸ばすっていう作品でしたっけ。あ、今説明してる。だから最国境がやってるやつにさらに、最国境が確かなんか伸ばすって言ってたんですよ。火でこう伸ばしたのか。万里の長城から、万里の長城自体をですね、削り取って、作られる前の山の状態にしちゃおうって言ったんですね。で、なぜそんなことやるかっていうと、万里の長城があるっていうことは、外敵、まあ、もちろんそういうことなんですけれども、あの拒否してるんだと。それをあの逆にね、外すこと、なくしてしまうと、まあ、その外敵をなくしちゃうという話なんですね。なんかも紹介してもらって、万里の長城っていうとね、ドラのドラのドトランプとか思い出してくらいで、あ、トランプね、あのメキシコの間に万里の長城を作るとか真剣に考えたんですよ。トランプなんかの、トランプ問題もね、そういえばそういうバリバリ、あの今回塩入さんコレクターとしては多分じゃ、オキパイスクール初めてですよね。で、政治のゴリゴリの政治っていうのもあんまりな、まあそれ話さなくてもいいんですけど、まあ多分トランプ勝つんでしょうけど、
結構か有力だと思いますけど、これからどうなるかということを考えたわけなんですね、なんていうかな、でじゃあ別に彼ら考えるとそれを実際にやって結構僕あのオキパイに来ているお客さんも出ている人も、まあ、ケロピもっともっと政治の人に出てほしいってこと、というよりもそのあのケロッピさんとかもそうですけど、あのインテリじゃないですか、実は結構出てる人って喋ってる人あの結構すげえ詳しいんですよ、何でも。なんだけどあのなんだけどこういわゆるその権力側とは全く違う仕事をしているというか、そういう人が結構いて、あのなんていうかな、その中そういう人たちがあの政治とかについてどう考えてるのかっていうのもちょっと興味ありますけどね。はい、しおりさんとかに。しおりさんとかにもそのケロッピーさんとかもそうですけどね、あの、あんまりそういう話をよく考えたら全然したあんまりしたことがなかったなっていう気はしますね。ああそうかな、うん、まあ僕はアナーキーな感じです。アナーキーなんだ、アナーキズムなんですね。僕はまあ微妙なんだけど、僕はまあ自由主義者だと僕は言ってるんだけど、自由主義、僕結構あのかなりあのネオリベに近いぐらいの自由主義者なんですよね、本当はね、だけどそれをマルクスの背景に言うんだけど、まあ、っていうタイプで、まあちょっと変わってるんだけど、まあ皆さん結構ね、多分過激っていうか、それぞれ独自の考えをお持ちだろうから、もうちょっとほら、コレクターでもあるわけだから、コレクター的な立場から、はいはい、あのコレクターとしてはどうなのかな、あのやっぱりね、コレクターって実は他のコレクターにあんまり興味ないんですよね、コレクターとしては。だから僕はそのコレクションもするし、っていうか父親が、あとから話しますけど、あのコレクター、父親がコレクターなので、そのコレクションもするし、まあキュレーションみたいなとか批評とかいろいろやるわけですけど、あのコレクター視点で言うと他の人が何を持っているかあんまり気にしないですね。あのやっぱ自分が何持ってるかっていうのを自慢したいっていうか、俺が一番いいものを持ってるんだとしか思ってないんですよ。でまあ確かに羨ましいな、それはお父さんもそういう感じ、親父そうだと思いますよね。だから羨ましいなとかありますよ、あのお金がなくて買えないとか、そういうのありますけど、まあそのやっぱりこの俺の方が面白い、俺の方が見る目があるみたいなことを言いたいっていうのがコレクターなんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、でもなんかそれこそ昨日あの 1SS っていうイベントでちょっとそのコレクターの皆さんとトークイベントをするっていうあのことをしてきたんですけど、やっぱりなんか僕は みんなコレクターってそうだと思ってるんですよ。だから自分のコレクションが一番面白いと思ってるはずなので、そういうことをもっとどんどん言ってほしいなと思っていて、であのみんななんかね、あのいい人なのでやっぱコレクターさんって、だから作家を応援したいとかそういうこと言うんですけど、本当は俺が一番見る目あるぜっていう話を作家も、あのなんていうかな、見る鑑賞者もギャラリーの人とかみんなそういう話を聞きたいと思うので、しおりさんはなんかそういう話を今回聞けたので、ニューポ超面白いからみたいな、俺が一番初めに発見したみたいな感じじゃないですか。これいいなと思いましたよね、やっぱり。あとね、あのやっぱりオキパイに興味持ってもらったのって、しおりさんってこう若い人に話したりとか、若い人とこうコミュニケーションをしたいっていうのもすごく、まあそういうので若い作家を応援してる部分もあると思うんだけど、だからそこら辺もなんかすごくあの良かったなと思ってますね。そうですね、もうプサ行きますから。あ、僕行っちゃいましょうか。じゃあ、OK、じゃあもう自分の話したくなってきちゃったね。ライバルだもんね。あ、ライバル、そうそうそう、コレクターとしてはね。出た、この辺からあのプサキャップかぶっていきました。いいよ、自分の見せたいとこ。まあどこでもいいんですけど、なんかだんだんあの5回、僕は4回目か、に僕は2回目からレギュラーで呼んでいただいて、1回目はねお客さんで行ってて、2回目から呼んでいただいてるんですけど、だんだんそのなんていうかな、皆さんに負けないやり方っていうか、ああプサのスタイルができた。そうそう目立たなきゃいけないから、他の人と違うことをしなきゃいけないっていうことで、最初はもう普通にガチで抗議をするっていうのをやってみて、あんまり反応良くなかったから、だんだんこう、あの変えてきて、前回ぐらいからだよね。そうね、前回やっと会場内をうろうろする人っていう。そうそうそう、であとはあの今回言われたのは、あの
あの他の人はなんかこう全然違うスタイルなんだけど、僕がなんか一番プレゼンっぽいっていうか、あのあれっぽいって言われた、あのなんだっけ、テッド、うん、テッドっぽいっていう風に言われて、あ、まあそれはなんかこう他の人と一応再会はできたかなっていうのはやっと分かってきましたっていう感じですね。あ、まあでもオキパイの講義時間をまあ15分とか20分で、うん、まあなんとか詰めれんじゃないかっていうのはテッドモデルがあるよ、ね、あ、テッドもその尺なんだよ。そうですよ、すっごい短いですもんねあれ。うん、それがポイントなんだよ、うん、じゃないと見れないっていうかね、うん、あ、確かにな、確かにそれそうだな、テッドってそんな感じでガンガン見ていきますもんね。うん、うん、でドーキンスはいつ頃読んだの？もう前、結構前ですけどね。うん、だって読んだのは利己的電子だいぶ前、ね、すごく前ですね。うん、翻訳、あ、で90年代に出てるのかな一応多分。もしかしたらもっと前かもしれない。80年代の気がしますよね。うん、あ、多分新装版が90年代かな。もしかしたら、うん、だからあの初版はすごい早く出てます。だからそんなに新しい話じゃないんですけどね。ああ、だからプサはこう読んだのいつかなと思って、うん、あ、僕が読んだのは多分大学院生ぐらいだと思うので、でもまあ10年近く前になりますね、もう、うんうん、え、なんでドーキンス読んだの？なんでだろうな、あ、あのね、僕ね、あ、多分学部生ですね。あのね、僕 SFC っていうあの慶応の湘南藤沢キャンパスに行ってる時に、うん、あのゲノムの解析をしてる結構有名なバイオの研究者って結構有名な、うん、富田勝さんっていうんですけど人がいて、うん、僕はその人の授業あの受けてなかったけど、うん、あの友達とかで結構その研究室の人がいて、まあ人ゲノムが解析された後にどんどんいろんなことをやってた人なんですけど、まあ、2003年2004年ぐらい、そうですそうです、だから僕が学部生の時にあの分かって、それにも多分コミットしてた人なんですよね、うん、富田さんって。でそれを聞いて多分読んだんですよね。だから多分そもそもその人間とは何かみたいなこと、うんうん、っていうのが何ていうかな、あの、うん、学部生の頃もまだ引きずってたっていうか、あの、うんうん、中2ぐらいで考えるじゃないですか、ああ生きてるとは何かとか、ああ、そういうのをずっとそのまま考え続けてるっていう人生なので、まあでもさ、うん、そういうのだとほらよくなんかこうちょっと哲学の方とかさ、うん、ちょっと、うん、だけどなんかこうやっぱ生物学だって、うんうん、どっちかっていうとドーキンスはさ、うん、にあの子供っていうかね、はい、思春期のことに頃に人間とは何かっていう考える人たちの、うんうん、をがっかりさせるようなさ、あ、ほうじゃん、どっちかっていうと、なるほど、ね、人間とは何かっていう問いに対しての答えが、ドーキンスの方がもっと冷たいじゃないですか。それはそうなんですけど、めちゃくちゃ、うん、僕はね、逆にドーキンスはその遺伝子の、人間は遺伝子の乗り物であると、うん、だから逆に、まあ、極端に言うと遺伝子に人間は支配されてるんだっていうような思想を生みがちなんですけど、僕は全然そう思わなくて、あの人間は遺伝子 によって決まってしまっているんだと、うん、いうことを知った瞬間に僕すっごい救われた気がしました、逆に、うん、で、あのというのが、その人間らしく生きるっていうことが苦しいんですよね俺、だからその人間とは何かみたいな哲学的に考えるだけじゃなくて、生物学的にかなりのところまで分かるっていう、決まってるって言われたらすごく僕は楽に なるだったんですよね。で、あのじゃあだからこうなんかいい敵ができたっていう感じ、あのだから、あ、じゃ あのその生物学でも分からない人間性というものが絶対あるはずだっていうものをもう一度持てた、うん、あのそれまではその人間なんてクソだみたいな感じでこう考えてたら思うんだよね、いやもう本当にクソだ、この世の中クソだみたいな感じで思ってたんだけど、遺伝子の乗り物だと、あ、そっかと、じゃあそもそもクソじゃんって思う、人間ってそもそもダメなんだから、じゃあそれを跳ね返すようないいことをしようっていう、そういう感じです。だから僕敵がいないとなかなか考えられないので、あのタイプだってっていうのが一つと、あとやっぱ僕ね、僕はあの大学の時経済学やろうと思ったんだけど、それ理由は僕高校まで理系だったんですよね、うん、だから僕基本的にそう科学がすごく好きです。だから絵も結構科学的にてか、なんかその科学と文系みたいな、美術みたいなものをあんまり分けて考えるっていうことは全然なくて、すごくこうストレートにそのままつながってるっていうふうに考えてるので、科学の本を読む、まあそんな専門的な本はあんまり読めないですけど、
科学の本を読むっていうことは全然違和感がもともとない感じでした、ね、でも結構本当は接点が多いよね、本当に歴史的に見るとね。だからまだこれは話したこと、オーキパイでは話したことないですけど、そこにもありますけど、やっぱ僕ダヴィンチなんかすごく好きで、ルネサンスの時代ぐらいまでは科学と美術なんていうものは完全にくっついてた、全く同じですよね。それこそダヴィンチ、レオナルドなんかすごく解剖をね、人間の身体にすっごい興味があった人だからそういうことやってるし、で一方で飛行機も作ると、で絵も描くわけだよね。でも最後は絵なわけじゃん、やっぱり。だからそのレオナルドが最後に絵を描いてくれたっていうことは僕にとってすごくこう、なんていうかな、すごくこう勇気づけられる、いつも。最後は全てをかけたのは絵なんだっていう、いうのはすっごく勇気づけられてますよね。で、荒川さんとかもそうだけど、ミラノでさ、まあ、僕はアートの記事を書くようになってるのさ、はいはい、まあ、ここ何年かだし、まあ、全然アートが専門っていうわけじゃないけどさ、レオナルド・ダ・ヴィンチはミラノで最後の晩さ、はい、見に行ってるの、はい、あれの時に、もうなんか長く保存するようなさ、画材で描いてくれてないから、そうそう、もう激しく修復を繰り返した結果として今残ってるから、多分最初の絵の具残ってねえじゃねえかみたいなね、そういうのありますよね。だから修復の問題すごく難しいんですけど、ただまあある程度は近いんだろうとは思います。モナリザとかもかなり修復されてる、まあ特にね、最後の晩餐はね、結構レオナルドがチャレンジしちゃったんですよね、新しい素材にと言われて、まあ、でボロボロすぐに剥げてきたっていう話が残ってて、るんだけど、まあ、図像はほとんど一緒なんじゃないかなと思いたいけどなと、まあまあ言いたかったのは、だからやっぱり、ダ・ヴィンチは、まあ、最後はね、まあ、当然その美術史上で非常に大きな地位を占めてる人だけど、まあでもそのいろんなことをやってる人じゃないですか、なんだなと思って。そうですね、だからそれはね、分かりました。そういうことで言うと、僕は科学的にも何か面白いことを言いたいという欲望はありますよ。それは目指してる、実は。だから美術の世界の人間としてもちろん発言しなきゃいけないから、特に この現代においては、なんですけど、その脳科学者とかと組んでやりたいなとかっていうこともいろいろあって、それはもういろいろやってます。だから理研にちょっと遊びに行ったりとか、でいうことを、ちょっとどうなんか全然わかんないですけど、業界が違うのでそうわかんないですけど、状況は、一緒にやりたいなっていうのを思ってたりして、します。ちょっとね、ここら辺で質問があったんだけど、ほらドーキンスはさ、自分もちょっと引用してるけど、ほら、ミームの話を言ってるじゃないですか、でもそのミームの部分をほら、最終的にこのアートになんか入れ替えるっていうか、てるわけじゃないですか、だけどほらミームって情報、まあ日本語にすると、それを拾ったくいと情報で、それがまあ DNAと同じだとすると、アートって、アート自体っていうのは、それ自体が情報っていうよりは、なんかやっぱ情報を伝える、なんかミディアムな感じがするんだけど、僕ね、それはおっしゃる通りで、そこはね、ちょっと時間がなかったこともあって、あんまり細かく説明できてないですけど、ドーキンスは、ミームっていう言葉の中に文化なんかも含ませていて、つまりそこには美術も含まれるわけですよ。ただ、そのギャロッピーさんがおっしゃったこと全く正しくて、ミームっていうのは、すなわち情報のことなんですよ。だからこういう表現すると僕はいいと思うんだけど、ミームの身体がアートなんですよ、僕の考えでは。だから物質的なものが一番詰まっている、物質的に情報が一番詰まっているのが僕は芸術作品だと思っているんですよね。だから過去のことを考えるときに、実はその科学者とかもそうなんだけど、ものすごく美術の作品使うんですよ。それはね、なんでかっていうと、一番情報が詰まってるからだと僕は思ってるわけです。つまりミームが一番詰まってるんです。で、で結局最後まで謎として残るのは身体なんですよ。だからミームの身体がアートなのであるというふうに僕は考えているわけですね。だから同時に僕はその体、身体というものにすごく
身体に到達したい、僕の身体にね、うん、到達したいっていうのが芸術の最後に目指すべきところだと思っているっていうことなんですよ、うん、だからそこはあのケロッピーさんと全く同じなんですけど、うん、アプローチが全く違うっていうか、うん、だからあのすごくいつも話を聞いてて面白いっていうか、じゃあケロッピさんがそうやってこう身体を改造するということによって身体に到達しようとしていると、自分のものにしようとしていると、うん、で僕はじゃあそれをせずに、芸術というものによって、まあ、外部のものですよね、うんうん、しかし我々がアクセスできるものによってどうやって身体の痕跡あるいは身体を獲得していくかっていうことを僕はある意味でそのつまりケロッピーさんに対抗してるっていう気持ちもちょっとあるから、ああ、そう、うん、それ常に僕はだから絶対身体僕はピアスすら開けてないんだけど僕は絶対もうやらないぞと思ってるんだよね。あ、別にどっちでもいいんだよ。どっちでもいいんですけどね、うん、ああ自由だから。そうそうそう、だからまあ僕はやらないで、あのやるかもしれないんだけど、もちろん別にそんなにそこまで断ってるわけでもないんですけど、うん、やらないでどこまでいけるかっていうか、あの、うん、この身体で絵をつまり美術を見る、僕は見るものだけど、うんうん、あるいは言葉とか、うん、そういうものでどこまでいけるか、ギリギリまで、うん、つまりクリティカルポイントまで、臨界点まで進むっていうことをあの考えてるっていう。でその実験をできるのは、まあ、オキパイだけですね。ああもうどんどん言えるのはこれは実験場なんだよ。でさ、ほらもう S ハウスの話がどんどん進んじゃったけど、そのほらミュージアムこの講義の時にさ、うん、S ハウスはほらこう出てきたけど、はいはい、もうちょっとほら S ハウスってそのやっぱりアイディアっていうか、うん、このミュージアムのコンセプト自体もすごく個性的というか、そうですね、なじゃないですか。まあちょっと説明してくれてた部分もあるけど、うん、結構ほらそこら辺がちょっと時間が短くなって、はい、あ、すみません、これもねもうちょっとあの説明しなきゃいけないんですけど、で、まあ、僕もですね実はそのちょっと細かい説明をどういうふうに言えばいいのかってまだあの完全に、あ、特にさっきのほら、うんうん、アートサバイバルマシーンみたいな話と S ハウスがどうつながるのかっていう、まずはね、まず最初の素朴な疑問として、それはあの親子だっていうことだけなんですけどね。あ、そうなんだか。一番大きいのはそれ。親子が同期ですからつながってる、うん、そう、あ、そう。一番大きいのは、でそれがただあのその代わり僕はあの父親から遺伝子を受け継いでるんだけど、うん、父親だけの遺伝子を受け継いだっていう感じじゃないんですよ。あの、うん、同期にその話で関連させると、うんうん、で父親の向こうに僕いろんな人を見てるんですよね、うんうんうん、父親っていうものがある意味で僕にとってのその一つのミーム、情報体としてあって、うんうん、その情報体の中から僕の身体が生まれてきたっていう感じなんですよね、うんうん、だからあの例えばそのこのエセハウスミュージアムだと、うん、政治マーカズヨ、まあ、プラス、西田織上サナがあって、うん、でその裏には磯崎新っていう建築家がいて、あ、建物に関して、そうです、建物に関しては、で作品に関してはその、まあ、チンポムとかいっぱいいるんですけども、はい、いっぱいいるんだけど、その中でもその向こうにやっぱ荒川周作が見えていたり、うん、そのでさらにその向こうには荒川さんが言ったダヴィンチが見えててっていう、うん、こうで、あのそれもちろんその洞窟壁画とかも見えるし、うん、そうこう父親を通して世界がギュッとこう見えてるっていう感じなんですよ。でその遺伝子を僕は引き継いでるっていう、そういう感じですね、うん、だから、うんうん、であとこの S ハウスはさ、うん、じゃあまず建物に関して建築だけ言うと、はい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 、まあごめん行ったことまだないからわかんないんだけど、はいはい、どこが特徴なんですか、この白くこう箱みたいになってるけど、はいはい、建築、まずこの S ハウスの建築としては、まず、そもそもは住宅として建てられたっていうことですよね、うんうん、で人が住むために建てられたものなので、あのお風呂があったりとか、うん、まあ、トイレも普通にあるし、うん、っていうところでお風呂に展示している人もいます。でお風呂は、うん、あの下道元幸という作家が展示してたり、でそれは作家に選ばせたんですけどね、あ、そうか、好きな場所を選んでくださいと、うん、だから部屋に分かれてるわけですよね、うんうん、あの当たり前だけど、あの普通の個人住宅ってホワイトキューブじゃない、うんうん、ので、うん、こうちっちゃく分かれてる、うん、でそれを各部屋を作家にこう選んでもらって、うん、あの勝手に使ってくる、どうぞ好きにやってください、うん、何も依頼してない、好きにやってくれ、うん、こう親父は言ってるわけですね。
でそれにどう答えるかっていうのが、うん、作家もだから実はそのコレクターなんだけど、うちの父親はお金払ってるわけですけども、うん、作家を試している、うん、そういう場でもあるっていうか、いう感じの場になっていて、うん、で、まあ、その住宅のすごく狭いんだけれども、うん、住宅としてしかも木造で分かれているというところが大変面白いところでしょうね。あの瀬島和代さんはあの21世紀美術館とかいろいろ作られてますけど、うん、その思想、うん、美っていうものがもうまたやっぱ昔から変わってないっていうこともよく分かる建物ですね、うん、あとなんかその作品なんだっけ、はい、10年っていうかなんかスパンの話もあったじゃないですか、はい、これは変わってるこれはあの父親のアイデアですけども、うん、あの10年間、うん、同じ作家の作品を毎年、うんコレクションし続けていくっていうのが、うん、あのそういうコンセプトで、うん、つまりあの作家とは10年契約してるんです。あで毎年作品を1個買うってこと？毎年買うんです、うん、でその分のお金だけを払うから、で多分僕その細かい契約どうなってるのか僕もちょっと知らないんですけど、うん、多分金額とかも決まってるんじゃないかよく分かんないですけど、うん、あの必ず10年は必ずあなたのことを応援しますっていうふうにもう言っちゃってるわけ最初から、うんうん、でその代わりもう面白いの作って、あの今金払うからもう面白いの作ってくれと、うん、こういう形でやってるっていう。であの普通美術館ってあのなんていうかな、あの展示、まあ要するに展示場になってしまってるわけですけど、うん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 、そうじゃなくて美術館と作品が一体しているっていうのが、うん、まあ、それこあの建築家の磯崎新さんが作った、うん、あのアイディアだったんですね。でそれ第三世代美術館って言ったんですけど磯崎さん、うん、で我々は、まあ、その次の世代として、うん、まあ、あのこれちょっとまだ公開できてないんですけど、プロスペクティブミュージアムっていう概念を、まあ、出していて、プロスペクティブっていうのはと全視的っていうのかな、あの先を見てやる、うん、あのプロ前ね、うん、先を見てやるんだ、スペクティブっていうのは見るっていうことですね。そういうあの概念を出す、つまり10年先まで見て、うんうん、で美術館が更新されていくのが、うん、あのそういうアイデアとしてやってるという。これは多分世界初、多分っていうかまあ絶対うん、世界で初のミュージシャンだと思います。ただそのうちの父親はもう65ぐらいなので、うん、まあ、どこまで生きるかわかんないですけど、まあ、その先は僕がやっていかなきゃいけないっていうか、うん、まあ、僕はやっていくつもりでいるのであのその先もまたマイミュージアムじゃないですか、ね、マイっていうかヒースミュージアムですけど今のところ、うん、でもマイミュージアムになるで、まあ、しなきゃいけないというかいう責任もちょっとね、重いっちゃ重いですけどね。あ、でこれ良かったでしょ、これ、うん、最後良かった。これオキパイボディっていうのは、あの僕が考える、あのケロッピーさんの思想、ああそうですよね、アイデア、これをでオキパイデスティニーっていうのは、まあ、荒川修作さん、うん、でオキパイアートっていうのは、まあ、だんだん大きくなってきて、うん、まあオキパイヒューマンで、うん、最後みんなこうなんていうかな、人類全部っていうか、うん、世界、うん、宇宙って言ってもいいけど、うん、そういうのをこうやっていくって。でその一番初めのケロッピーさんの部、ケロッピーさんというか、まあ、うん、あのオキパイスクールかな、うん、のテーマはやっぱオキパイボディだろうっていうふうに、うん、まあ、僕は基本的に思っているんですよ、うんうんうん、そういうことを言わせていただきました、うんうん。そう、あ、草キャップ、はい、あ、今でも売ってますんで、花プサ .com から欲しい方は言ってください。え、なんで帽子をこのタイミングで作ったんだっけ。いや、なんかあのグッズ欲しいなと思って。あ、そうなんだ、はい、ちょっと一回止めて、止めますか、はい、ああ、はい、そうなんですよ。なんかグッズ、なんかあの批評とかやってるやつがグッズ作るってなんかないじゃん、ないから面白いかなと思ったんですよね。あと、まあまあちょっとマネタイズしたいとかいろいろ考えて、どのぐらい売れるのかなとか、それも考え、実験として考えてるは言ってるんですけど、うん、今後もなんかプサ商品というか、プサ商品作ろうと思ってます。あの T シャツとか、今でコップだとかいろいろ、あ、コップ何が、あ、鉛筆とか作ろうかなとか思ってます。
鉛筆ちょっと面白くないですか。面白いけど使うかな。使わないですかね。ボールペンの方がボールペンがいいですかね。便利だと思うけどな。そっかそっか。なんかこうなんかいろいろ考えてます。ああオキュパイグッズとか作らないですか。意味わかんないですね。わかんない。うん、そうだね。なんかね、うん、オキパイはそれをはやらないね、うん。そうですよね。全然なんか違うんですよね。なんかオキパイなんかそういう感じじゃないんだな。すごくわかる。うん、なんか商品、なんか T シャツ作ったりとか、うん、違うんだよね、ちょっとね。ちょっと違いますよね。うん。なんかマーケットとかなんか、何にも考えてない。うん。ですもんね、みんな喋ってることは。いや、まあ、それぞれの仕事では考えてるけど、うん。オキパイで喋ってることってなんか、人気にものになろうとかなんか、うん、なんかできるだけものを売れるようにしようとか、うん、何も考えてないですねみんなね。考えてない。本当に言いたい一番今一番言いたいことを言っているっていう、うん、あの感じなんか。そうさっき大丈夫なのかと思います。モドコンのあれじゃないけど、はいはい、本当にやりたいことを、はい、やってみせるっていう感じ、うん、それぞれがね。だよね。あれこれ面白いですよね。次、あ、次じゃあ、じゃあもう、うん、ちょっとバッとじゃあ行って、あと、最後にちょっと喋ろうか。千秋さん、うん。これは千秋さんという、今回ゲストで来られた。ね、性の自由人がね、そう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 、一番重要なのは体力だと言っていたのが、なんか、うん、さすが、そうですね、素晴らしい。性の自由人。ね、まあ、自らこう、まあ、いわゆるやりまん。うん、経験人数1000人でしたっけ。なんか以上、まあ数えてない、途中から数えてないからおっしゃってましたけ、ね、ど、うん、1日最高20何人とかおっしゃってましたね。なんかハプニングバーいやでもこの面白いですよね。あ、なんか昨日だけ行ったんだよね。そうなんですよ。あの千秋さんが猫町クラブっていう、うん、読書会を企画されていて、うん、そこで国分光一郎さんという哲学者の人の本を読む会があったので行ってきて、うんうんうん、でなんか、まあ、猫町クラブどうなのか分かんないですけど、あのすごく楽しかったですね。あのすごくいい雰囲気で、うん、あの千秋さんもあのやりまんでこの金髪でね、なんかこうギューとか締めてるからちょっと怖い人かなって思うんですけど、めっちゃすっごいいい人なんですよね。本当にいい人、めちゃめちゃ人当たりよくって、うんうん、あのいい人で、あのそういうその雰囲気のままでしたね、うん、でここでもなんかオキパイのトークでもすごいみんな反応されてましたね、うん、やっぱりね。そうそうそう、大きかったですよね、うん、やっぱりセックスっていうか、うん、そういうのが前回もあのポリアモリーのナオさんが来られてましたけど、うんうん、そのテーマとしてはやっぱり重要なテーマとしてケロッピさんの中であるって感じですか。だしほらアクティビストだから。ああそうかそうか、本当に言ってますもんね。ああ、うん、だから行動も伴ってるし、あのアクティビストだからやっぱり喋ってもらってる感じですよね、うん、だからまあそれはフライヤーにも書いてあるけど、うん、まあアイデアと実践というか、うんうん、まあ、基本的にやっぱそのアクティビストの側面を持ってるっていうのは、うん、まあ結構重要なファクターかな、うんうんうん、あ、人数言ってんじゃん、26人か。そうですね、やっぱり一番こう恐れたのはですね、あのいわゆるハンガーノック現象ですね。これ何かっていうと、極端の経験値付けれん、要は車で言うとガス欠の状態ですね。なんかこれ本当特にやっぱり、うん、あの性の自由とか、うん、あと、まあ、前回の奈緒さんもそうです、ポリアモリもそうですけど、うん、やっぱりあの女性にとってその、うん、非常にこう切実なことなんです、うん、だなっていうのは、うん、あの来ているお客さんの特に女性の方の反応を見てすごく思いますね。だから、うん、彼女たちの話を聞いたらすごい勇気づけられるっていうか、うん、ありがとうみたいな感じで言ってる人をよく見ますね、うんうんうん、やっぱ僕らはまあ男だからね、あの、うん、なかなか言いにくいところはあるわけですけど、ああああ、やっぱりあの本当に苦しい、大変だろうなと思うし、それやっぱ女性差別あるのはもうやっぱりそうなので、うん、やっぱ女性が苦しいっていうのは本当その通りだと思うので、女性の方が損するっていうかね、うん、あのやっぱりそれは
ちゃんと、まあ、我々もう男の方からも変えなきゃいけないし、彼女たちのことも応援しなきゃいけないし、まあ、そんなに言っていいのかと思いますけどね。いや言った方がいい、ね、まあまあだから千秋はいいやつだし、うん、まああと素直にこうバッて喋るからすごいですよね。いいよね。まああとまあ爽快なんだよね。あの、うん、どうしてもほら、うん、あの男子の講師が多くなっちゃうから、うん、まあ女子はまあ1人とか2人とか入ってくれてた、うん、2人あの光森入ってくれてる方があのバランスが良くなるよね、うん。次回もまた女性講師も来られる感じなのかな、まあ、そこまではまだ決まってない感じなんですか、ね、あ内定者はいますけど、あ内定者はいるんですね、うんうん、まだまだあの内定状況ですね、うんうん、まあ、とにかく8月楽しい、楽しみですよね、うん、まあね千秋はほら、うん、あのほら彼女名古屋が拠点なのに、うん、本当にしょっちゅう東京に来てて、そうでしょうね、であのオキパイもほら受講生でわざわざ東京まで来てくれたりしてるから、ね、まあどっちかっていうとだからさ、うん、オキパイに、うん、あのわざわざ名古屋から東京まで、うん、オキパイのために来てるんだったら、うん、あのあついでに講師もやりなよって、うんうん、まあ言ったっていうのがまあ、ね、分かりやすいきっかけで、うん、千秋さん名古屋で猫町クラブっていうのが名古屋のもともとはね、うん、イベントなんですよね。でもなんかセックスをしにあの東京まで遠征に来られてたっていう話されましたね。ああまあ今も、うん、あ今も断らないっていうことだからお誘いがあればお誘いがあれば何も断らない。ふさ、うんうん、はいいんですか。僕ねまだねあの行ってないんですよね、うん、いつかあのどうなんだろうな分かんない。それはなんか身体改造と一緒かもしれないな。まあまあそんなに突っ込まないけど、うんうん、そんな感じで、うん、ケロピーさん、ケロピーさんはいいんですか。いや僕はほらパートナーもいるし。あそっか、うん、あそっか。僕な誰もいないからな。よしじゃあ次にちょっと行きます、うん、行きます。石丸源章さん、さんレギュラー講師の石丸源章さんです、うん、うん、ちょうど終わった。ちょっと待ってください。出たもう源章さんはねもうこの喋りの感じがね、映画で見るキャラがあるからね。ニューヨークの下水道とは少し形が違います。今回はどういう、題名だったんでしたっけ、タイトル。あいやメインテーマはなんか量子力学について話すって言ってて、はいはい、だけどまあちょっと前振りで、ね、またあの下水道の、ね、下水道はバラの香りみたいな話をあれ面白かったですね。しててね麻布だったけど、なんか六本木とか麻布とかだったら下水道はバラの香りがするんだ。でも住宅の周りだから、ね、だからお風呂の入浴剤の匂いが面白かったな。でも違うところだったら本当にこうドブネズミが手がいたドブネズミがバーッと走ってるみたいな。それもちょっと面白いですけど、ね、本当に源章さんってやっぱ文学の人でだなっていうのをこれ今回思いましたね。あのまあ、言葉がね、うん、あの選びがいいんだ よ, いいですよ、ね、あとまあラジオをずっとやってた時期があって、うん、やっぱあの喋りがあの聞きやすいし分かりやすい。そうなんですよね。あの下水道のせせらぎもうそよそよとこうゆっくり流れてるんだっていうのは、うん、これはやっぱ源章さんにしか言えないなっていうのは思いましたよね。あれやっぱすごい説得力持って言うんだよな。石丸さんはさ、ちょうどだからこの、あのブルーズマガジン、はい、ね、あの土木建築系、総合マガジンだね、まあ、カルチャー総合カルチャーマガジン、はいはい、のちょうどさ、ブルーズマガジンを立ち上げて、うん、こう、まあ今ね、うん、まああるポジションを獲得したと思うんだけど、うん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 、その流れでずっとオキパイもあったから、そうですよね、オキパイの授業をずっと聞いてる、うん、くれてる人は、うん、まあ、ちょうどその石丸さんがブルーズマガジンを、うん、まあ、立ち上げて、うん、で、まあ、ある軌道に乗せるまでの講義、うん、でほとんど毎回講義もブルーズの話ばっかりしてるわけだから、まあ、そうやって見ると面白い、うん。今回はそのブルーズマガ、まあもちろんその下水道の話だったんだけど、その次に行きそうなところまで、量子力学に行きそうなところまで行って、うん、時間切れになるという。あ、まあ実はね、うん、あの量子力学の本を
出すの。あ、そうなんですか。うん、へえ。だからその石原翔さんがそう。それ絶対面白いですね。まあ量子力学というドラク体験技、ね、そういうことですよね。うん、この人 何もわからないんですけど、初めて見たんで、はいはいはい、宇宙物理学を勉強してる方じゃないですか。違う。あ、違うんですか。ピカチュウ君は黙ってていいかもしれない。予習しないと。まあ、彼は元祥さんは作家ですよ。まあ一番有名なあののは、まあ、スピードっていう、あの覚醒剤やりすぎちゃった。あ、なるほど。量子力学という考え方が生まれたのは、これ物理学、宇宙とは何なの。あ、だんだん持ってきた話ですね、これ。うん、今ここにある現象のすべて何なの。これをミクロの一番小さな部分から解き明かそう、把握しよう。この学問が量子力学という考え方。小さいところから宇宙全体を把握しようという考え方は理論物理学、あるいは素粒子物理学という学問。こんな感じでなんかあの物理学の話もちょっとあったっていう感じですかね。素粒子をちょっと待ってください、ね。こんな感じでしたね。うん、まあまあまあちょっとね、ネタバラシするとね、はい、まああのあれですよ、石丸さんはね、はい、あの角川春樹さんのね、はい、まあ弟子だったりもして、はいはいはい、まあこういうタイトルの本だけど、まあこの本もね、はい、量子力学の話が結構ガッと出てきてたりして。はい、いるので、うんうんうん、まあほらこういう、いつ頃出てる、2009年かこれ。こういう本です、うん、こんな本も出てますので、出てる。ピカチュウ君がちょっと勉強が足りないみたいな、ね、たくさんこれは読みます。たくさん書かれてるので、まあそれは対談の本だからあれだけど、うん、まあ小説が出てるね、うん、そう、まあ、小説まあ、うん、詩小説っていうか、まあなんかロードムービー的なものだから、うんうん、あのその小説の方はね、だからまあまあスピードが一番わかりやすいけど、うんうんうん、まあちょっと前の作品だけどね、90年代、うんうん、へえ、じゃあぜひこれ読みますので、うん、買ってください。はい、ね、新品で、ね、ちゃんと、印税が入るように。そうですね、うん、中古で買ったらあの石丸元祥さんに印税が入らないですか。いや大丈夫だよ。これ多分あの、うん、マーケットプレイスとかで、そうなんですよ、簡単に買えるんじゃない、うんうん、あの100円で 100円じゃない、1円だっけな、なんかで売られてる悲しみについて、マーケットプレイスで1円で出てる悲しみについて、なんか元祥さんがすごい熱く語ってたことを聞いたことがありますね。あの悲しみ、まあね、俺の青春が1円になってる悲しみとか言って、すげえ熱い。まあしょうがないですよ、うん、おケロッピーさんの本なんかのすげえあの、うん、すげえ高くなってるのもありますよね、なんか。ああ、もっと前に出したやつとか、ね、そうそう、昔のあの翻訳のやつとかですかね、あれは。ああ、モデコンブックは今品切れてるから。ああ、だからなんですね。おあれすげえ高いですね。うん、まあちょっとね、増刷の要望があって、うん、増刷もするつもりではあるんだけど。ああ、そうなんですね。まあ、でもあれ自費出版だから、もともとはだから、うん、あの絶版にされない良さもあるんだけど。ああ、そっかそっか。あのその代わり、絶版扱いにはならないってことですか。あ、自分のところでやってるから、ね、うん、はいはいはい、絶版にならない良さもあるんだけど、うん、品切れてて。なるほど。だから増刷するときは自費でやらなきゃいけないから、うん、だからちょっとタイミングを見てるっていう感じで、まあ、自費で出した理由っていうのは、うん、まあ、あのモドコンブックってさっき説明したその身体改造の世界大会の、うん、まあ、それを一冊の本にしたカナダで出た本の翻訳版を、日本語版を作ったんだけど、うん、そう、あのどっかの出版社から出そうとするとどこか手を入れられてしまう部分がですね、ですありまして、でやっぱりあの写真はしょうがないね、あの日本の法律の問題もあるから、うんうん、正規は見せられないじゃないですか、うん、それはしょうがないとしても、うん、まあ、文章の部分にも規制が入るのはちょっと嫌だなと思って、うん、だからあの自分のところで出して、だから基本的に、英文の文字の部分は全部日本語に置き換えて出していると、うん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 、あれじゃあフルの翻訳なんですね。そうです、うん、まあとはいえなんかあれ十分すごいですけどね。あれはめちゃめちゃすごいですよ。
すごいです。いや今見ても今見てもっていうかな、まあ、ずっとすごいでしょうね。でもさっき言ったみたいにあれですよ、すごい、うん、幸せな人たちの本ですよ、ね、うん、うんうん、それはなんか感じましたね、うん、なんかね、あの、うんうん、モルコンブックの中で結構みんなが好きだっていう一節で、なんかあの、なんかやっと家に戻ってきましたみたいな表現が出てくるところがあるんだけど、なんかそのやっぱりその、うん、本当に改造が好きな人たちにとっての、うん、まあお家なわけですよね。なるほど、うん、まあそういう世界なんですよ。でもそれは、うん、なんか面白いところですよ。だからまあそういう意味で言うと、なんかオキュパイスクールも、うん、あー、まあ、僕らの お家であればいいなみたいなね、うん、それはなんか僕なんかだんだん感じてきましたね、あの毎回、うん、あ、だからね、オキュパイスクールなんか何回も来てほしいんですよね。何回も来たらなんかだんだんお家だからね、自然になってくる、うんうん、で僕ね、デパートメント H、 あの、うんうん、あれは日暮里でしたっけ、ああ、うぐいす谷、うぐいす谷か、うぐいす谷で今は開催され、毎月開催されてる、なんていうか、まあイベントで、まあいろんなこう身体活動されてたり、まあ、いろんな人がいますよね、うん、あの、まあ、アンダーグラウンドパーティーです、ね、あ、そうですね、それにね、毎月やってるね、うん、毎月第1土曜日かな、うん、ですよね、あの、あれやっぱり行ってみて、ああ彼らのホームなんだなっていうか、うん、いう感じはすごくしましたよね。だからホームパーティーに行ってる、僕はその、うん、あの特にそう改造とかしてないですけど、でもこう僕が行ってもその全然別に拒絶されるわけでもないし、本当にこうなんていうかな、ホームパーティー感ありましたね。あるある、うん、あれはすごくいい、うん、あのイベントなんだなっていうか、だから結局デパートメント H も、うん、本当に毎月やってるけど、うん、まあ、半分以上は同じ人が 毎月とにかく、うんうん、それであれ92年に始まってるからさ、うんうんうん、もう20何年間通い続けてる人たちによって成り立ってるっていうね。まあでもあのデパートメント H から生まれたものっていうのもいろいろあって、うんうん、だやっぱり人が集まる、でそれもその定期的にちゃんと人が集まって、そこでみんなが自由に過ごすっていうのが、うんうんうん、そのカルチャーを生むには必要なことで、うんうん、だからなんかやっぱり世間的なね、何かが売れるとか流行ってるとか流行だとかって言っても、うんうん、まあ、ある程度の流行は必要なんだけどね、情報が拡散するために、うんうんうん、でもやっぱりカルチャーが育つためには何かそのイベントとかパーティーとか、ある居心地のいい空間みたいなのがあって、そこに集った人たちが何かその経験とかいろいろものを共有するっていうのが必要という。で特にオキパイはこの学校形式にしてるのは、うん、こう単にそのデパートメント H ってほら、あのそこに集まった人たちの自由空間としての部分じゃないですか、うんうんうん、でオキパイスクールってやっぱりその何か情報提供して、うん、もっと何かこう引っ張っていこうっていうつもりがあるので、うんうんうん、まあ、そこら辺がやっぱりあの僕個人としてもカルチャーの実験場としてのオキパイスクールの、うんうん、まあ、頑張りどころかなっていう、うんうん、ぜひね、そのオキュパイの、まあ、受講生の中からでもいいんですけど、なんかとんでもない人がどんどん、ね、出てきそうな気がしますけどね、育っていくといいなと思って、うん、これを見て何かやりましたっていう人が多分なんか5年後10年後に出てくるんだろうなっていうあの感じはもう結構しますよね、うん、あれ影響受けちゃうと思うんだ、特に結構若い人も最近は来るようにやってくれていて、あ、だってこのさっき今ずっと見た4月のやつも、うん、なんか新しい人もいたもんね、かなりいたと思いますね、うんうん、なんか僕も、うん、あのよあのなんていうか初めて何を見てこられたのかな、結構なんかいろんな見てね、やっぱ探す、うん、来る人って来るんですよね、ちゃんとね、うん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 、すごいなと思いますね、うん、なんかちょっとほら今日少し本持ってきたから、うん、少しこういう話をちょっともうちょっとトイレ行ってきますね、どうぞ。そう、なんかいつものネタであのギードボール持ってきたんだけど、ピカチュウ君はあんまり知らなかったんでね。ああ、わかんないですね。ね、この号にも出てるんだけど、この号は見た、少し前の号だけど。ああ、見てないです。ちょっとじゃあ見せてあげようか。ありがとうございます。うん、あ、じゃあ置いとこうか。ピカチュウ君はね。
まあじゃあちょっと喋っておきましょうか。ですね、まあオキパイスクールを始める時の、まあさっききっかけは話したんですけど、まあ僕結構よくネタに出す話で、フランスの思想家で、ギードボールという人がいます。ギードボールさんは、1968年パリの5月革命、まあ日本でいうその学生運動の、まあ、走りになったみたいな大きなちょっと、運動があったんですけども、その時のその、まあ、思想的な、まあ、バックグラウンドになったと言われている、まあ、日本だとこのですね、スペクタクルの社会っていう、まあ、本出てたりするんですけども、まあ、この本はちょっとその、60年代に書かれた本なんで、今ちょっと読むと少し時代の背景が違うかもしれないんですけど、まあ、ただギードボールさんが、今ですね、特にインターネットの時代にまた再評価されているのはコピーライトフリー、著作権の自由ですね、まあ、それをまあ、この60年代に、まあ、先駆けて言った人、まあ、あと、いわゆるパンクとか DIY、まあ、そういうのの、まあ、始まりにもなった人です。で、まあ、基本的にギードボールさんは、映像作品を作ってたんですけど、まあ、映像作品も、その著作権のフリーを訴えてますから、著作権は放棄してる。でもその映像作品の場合はギードボールさんは自分の著作権を放棄する代わりに他人の著作権はいくらでも侵害していいという方針にのっとって、他人の映画の映像の切り刻みに、自分がナレーションをつけて、映像作品を作ったり、だからなかなか見れないんですよ。なので放映ができないっていう、うん、まあそういう人なんですけども、まあでもやっぱりそのギードボールさんが、今そのオキパイスクールのですね、まあいろいろ話してきた、まあその考え方のベースにあるという感じですね。うん、ちなみにズボールの出野シュートニスト宣言っていうのは日本語訳でちゃんとウェブにそれこそ著作権フリーなのであるので、ぜひ検索してみたら出てくると思うので読んでいただければいいと思うんですけど、まあ、今日持ってきたのはこれはフランス語のやつなんだけど、あ、そうですか。これね、素晴らしいのは、雑誌のやつ、いや、これね、実はギードボールの全ての本、はい、本が一個になってる、聖書みたいなやつ。フランス語だけですね。うん、フランス語だけだけど、でも全部の著作が入ってて、映画に関しては脚本が全部入ってる。まあ、すごい。本になってるからなんだけど、要するに、ギードボールの本を全部合本にしてある。で、結構、伝説的に有名なのは、メモリーズっていう、ミニコミを作ってるんですけど、うん、昔ね、58年かな、この58年早い時期ですか。でこのメモリーズが有名なのはこれね、あったメモリーズが有名なのは、これミニコミ誌で、これは一色なんですけど、メモリーズってね、ギードボール、これちょっとカラーで2色か3色ですってあるんだけど、こういう感じでね、アクションペインティングみたいな、こういう風になってるんだけど、こういう風にね、実はこの雑誌の表紙が、紙やすり、サウンドペーパーで表紙を作ってたから、本棚に入れると隣接した雑誌が全部削れちゃうっていう、ね、こういうことですよ、こういうこと、あ、これね、そう、攻撃できますもん、そうそう、だからそのメモリーズの隣に本を並べられないっていうね、そういうミニコミを、1958年に、まあ、出していたということですね。素晴らしい。これとかかっこいいんだよね。かっこいいですよね。これは一色で、これカラー版のやつもうちにあるんだけどね、ネットから出力したやつ。やっぱりいろんな、まあ、仲間が彼はいっぱいいる人だったので、活動期間は、本当にいろんな人が組んでやってて、本当質は高いんですよね、どれもね、で今また評価されてるっていうのは、まあ、必然だろうなと思うし、独特の文章なんですけどね、デュボールって。そうそうそう、まあ、日本語で訳したのところとかだけどね、まあ、箇条書きみたいなこともいっぱいやるし、なんか
とても変わった文章なんですけど、すごく面白いので手に入りやすいのでぜひ読んでほしいですね。まあ、ちょっとだけ補足しておくとさ、うん、まあ、あのギルドボールを結構僕ハマったのは、あのマルコン・マクラーレンが2010年に亡くなって、はいはい、でその時に、うん、あのマルコムの、まあ、ドキュメンタリーみたいなのとか、うん、それちょっと出た時とかに、うん、あのやっぱりそのパンクスピリッツの始まりはギルドボールですっていうことで、はい、そこでちょっとマルコン・マクラーレンが言ってたの、あのいも言ってたりもするし、うん、あのそれはちょっと他のメディアとかでも、あのマルコムが、うん、あの亡くなって、うん、でマルコム・マクラーレンの再評価もあったわけだけど、うん、その時にやっぱギルドボールの名前が出てきて、うん、でその後その流れで、うん、あのさっき言ったそのコピーライトフリーとか、うん、あのパイレーツパーティーとかね、はいはいはい、海賊島とか、はいはい、ああいうのもずっと出てくるのもちょうどその時期なので、うん、まあ、そこら辺で、まあ、注目した、うん、であとちょっとこの前のオキュパイの後にも質問されたので、うんうんうん、ちょっとアート関係の人で分かりやすいやつだとちょっとバックナンバーですけど、うん、リアルタイムズっていうね、これあのワタリウムで震災のね後にやった時があって、2012年3月号ですねこれ、 あった時があって、はい、まあ、この号にも結構あのギルドボールの話が出てたりするし、うんうん、まあ、実際この、リアルタイムズの展示の時に、松井みどりさんが、うん、そうそうそう、あのゲストで出てちょっとギルドボールの話をしたりもしてて、まあこれも僕聞きに行ったんですけど、まあそういう意味であのギルドボールさんはアクティビストであり思想家であり、アーティストであり、うん、アートの世界においても特にそのポリティカルなね、そうですね、アートをあのまあ考えたりやったりするっていう意味で言うと非常にあの攻撃的なタイプの人、一番攻撃的だったので残ってるんですけどね、うん、まあさっきのね、まあ、いっぱいいたんだけどその中でも特に過激なね、紙やすりのね、うん、そう、紙やすりだから嫌がらせ、嫌がらせみたいなね作ったりあのね、著作権を放棄する代わりに他人の著作権を全部侵害するとか、だからやっぱあのなんていうかな、実践してるんですよね彼はね、うん、やっぱそれはすごいですよね。まあ、あの特にね、あともうちょっと補足すると、やっぱギルドボールがその著作権の放棄を言ったのは、まあ、全ての人がアーティストになったらいいんじゃないかって、まあ、そういうね理想ってあると思うんだけど、全ての人がアーティストになるためにはじゃ あのアーティストの特権を剥奪せよっていうので、うんうん、アーティストがまあ、ね、一番大事にしている著作権を放棄するというね、いいですよね。今はもっとどんどん重要になってきてますよね、著作権どんどん伸ばすとか伸ばさないとか TPP の話でね、いや最近注目されてきましたけど、まあ伸ばさないでなんとかなりそうですけど、まああとはネットの方はさ、事実上なんかなし崩しになってる部分もあるし、まあそれはまたあのハッカーとかね、もっとネットの方の人たちの話があって、まあそっちも僕もずっとあパナマ文書追いかけてる、最近で言うと追いかけてる、うん、テーマなので、まあそこら辺もですね、あの関係している意味で、まあ、ギルドボールさんはあの非常に、うん、あのまあ、ぜひ、うん、あの覚えておいてほしい人かなっていう。そしてあと、ね、最後に1個紹介しておかなきゃいけない、あれあれあれですね、これ、うん、アロピさんの、あこれ、あ、うん、ちょっと、はい、いいです帯で、あれ、ああここら辺にあった、うん、ああ、ケロピーさんがこの公文写真書から今を生き抜くための70年代オカルトということで本を出されていて、あの僕もあの最速レビューということで発売日にレビューをやっていただきました、はい、言ったんですけど、これ本当にあの今本当に オカルトっていうとなんていうかな、うん、その単に怪しいものっていうか、うん、そういうイメージが、うん、まああるかもしれないんですけど、でもやっぱその想像力としてはまあよく言われる話ですけど、例えば電気の発明とかだって、うん、あのオカルトみたいなものだと思われてたとか、ああのそういう発展っていうか技術の発展みたいなものってやっぱりあの人間の想像力がちゃんと追いついてきて初めて現実になっていくみたいなところがあるので、あのこれはやっぱりその今想像力を広げるために、あるいはその怪しいものに騙されないっていうかな、完全にそのあのなんていうかハマっちゃわないっていうかな、あのハマってそのオウムみたいにねやったりとかテロやったりとかそういうことにならないためにもこういうことを知っておくっていうか、あの我々の想像力としてちゃんとこう我々の身体に持っておくということはすごくあの重要で、しかもこういろんな文化とかメディアとか特にあの視野が広がる本なので、これは本当に面白い本なんでぜひ皆さん読んでいただきたいな。特にあのオカルトっていうものが、うん、
日本にね、うん、そうですね、まあ、いわゆるオカルトが入ってきたのは70年代、うん、そのカラーテレビが普及した時代、うん、だそれ以前は日本にもなんかもっと怪談とか怪奇とかね、うん、あ違うもっと日本的なものがあったかもしれないけど、うん、このカラーテレビが普及したこの70年に、まあ、オカルト、うん、で特にまあこれはあの僕が子供時代に、うん、まあ、この70年代オカルトを、まあ、実体験した部分もある、うんうん、でもそれはどっちかというとこれを通して僕はカウンターカルチャーであったりとか、うん、もっとそのあの子供なりに、うん、文明批判であったりとか、うん、まあ、かなりいろいろですね、あの世の中のもっと幅広い考え方とか見方を、まあ、知るきっかけになった。まあ、それがまあオカルトはね70年代日本に入ってきた後、まあ80年代90年代とかまあだいぶマスメディアにね、あの日本でいうところのオカルトっていう枠の中に閉じ込められてあるとかないとか、ちょっとその平たい議論にさらされた部分もあるかもしれないんですけど、まあ今改めてねネットの時代に、まあネットでねいくらでもいろいろ情報が調べられるようになってるので、そうそのネットの時代にもう一回その70年代オカルトにも、うん、立ちのの戻って考えてみると、あのカウンターな考え方とか、あの、まあ、オカルトっていう、まあ話をベースにして、うん、まあ、僕自身がですねさっきいろいろ言ってたそのバーストって雑誌とか、うん、まあ、このオキパイスクールでずっと今喋ってきたみたいなことを、うん、まあ、オカルトの話を通して、うん、まあ、お話ししてる、まあ、あのさっきのシンギュラリティとかね人工知能の話も出てくるんで、うんうんうん、という感じですかね。そうですね、あのそれこそ今オカルトウェブで最強と言われているサイゾーがやられているトカナっていうウェブマガジン、ウェブサイトにあのケロッピーさんがオキパイスクールのインタビューを受けられているのがあの載っているので、そのトカナもあのオキパイスクールの記事も含めてぜひ見ていただくと、あのさらに、あ、これも紹介してもらったね。あ、そうです。あ、そうか、これも紹介、これも続きで紹介されてもらってる、されてるのか、うん、ね、っていうのもありますんで、ぜひそちらもこれを買ってですね、これなんか安いんですよね、これ新書だから、ね、820円プラス税ですから、これもあの買う価値あると思いますので、ぜひ買って読んでくださいっていう感じですかね。でね、あの実はあの今次の本を作ってまして、まあ、あのまだ制作中なんで、うん、あまり詳しく話さないんですけど、単行本が、あの次はあの世界旅行の本を作ってますので引き続き、旅行本ですか、旅ですね、旅本、はい、ルルブみたいな、ルルブというか、あの何でしたかあれ、世界の、あ、地球の歩き方、地球の歩き方みたいな、うん、まあそうそう、ケロッピー前田的地球の歩き方、まあ気候版ですけどね、世界気候、まあなんかこういうイメージですね、気候ってなんかあの間違った行動の気候じゃないですか。いや気候文って言うじゃないですか、うん、言いますよ、気候、ケロッピーさんの気候を、うん、まあまあいい楽しみに、はい、待っております。ということで、はい、そんな感じですかね。じゃあまた、はい、またやりましょう。オキパイは夏にもあるし、はい、まあ、あのこのオキュパイミーティングはまた呼んでくれれば、はい、ぜひやりましょう、また、はい、お願いします。じゃあ皆さんもぜひ、夏に会いましょう。会いましょう。またありがとうございました。さよなら。